ゼルダを遊んでる時以外の時間もその世界のことについて自分がずっと考えてるっていう風な遊びにしたい。25周年ということになって、まあ一般的にゼルダらしさとかよく言いますけど、歴然とそのゼルダだみたいなところっていうのはこういうものだよなんて言って限定して作ってるわけじゃないんですけど、なんかでみんなゴールの方にこう向くとそういうものができてくるみたいな、これ結構やってるとね、奇跡だなって思うような時は結構あるんですね。ちょっとディスクシステムというハードを作ったんですね。それで、カードにセーブができるって、何か残しデータを残していきたいっていうことで、結構壮大なものを作りたいと思ったんですね。で、主人公がこう成長していくような壮大なものを作ろうと。ゲームって例えば勝ち負けとかあったり、1になったりするのを競い合ったりとかっていう感じのものってのはまあ普通だったんで、ゼルダっていうのはそういうもんではなくて、探した時におわってこうびっくりしてほしいっていう、そういうものをこう作るっていうのがまあ一番なんですけど、自分がその箱庭の住人になって、そこの主のようになっていくっていう風な、時間をかけて遊ぶ何かを作りたいと。自分自身が操作を覚えるとか、武器になれるとか、このアクションを通じて自分自身の能力が成長するってことをすごく大事にしてるんですね。だからすごくうまくいった時に自分に呼ぶっていうか、これって僕だから解けたんだよねっていうような手応えというか、ゲームの中でもいろいろ音楽がリアルタイムに変化するとかですね、迷いの森なんかでヒントになるように聞こえる方向で迷路の方向が分かるとか、そういうような音楽でのゲームを楽しくするアイデアもどんどん入れていこうとしています。テクノロジーがどんどん進化して今までできなかったことができるようになると、ゼルダがまた変わるわけですね。そこで謎解きみたいなものも幅がまた広がってきたりするんですね。そういうまだ拡張させる部分っていうのはたくさん余地が残っていて、ゼルダだからこうできたんだよっていう、ゼルダとこのハードだからこうできたんだっていう、そういう答えをこれから先もどんどん出したいなと思ってるので、これちょっとかっこいいんじゃないかなって、今の切り方どうだったみたいなことを感じられるような遊びにしたいなと思って、いろいろできることが多いっていうことはいろいろプレイヤーしなきゃいけない、操作をこうスムーズにしてやるっていうのはずっとテーマだったんですね。だから今度のスカイウォードソードのやっぱりモーションプラスを使った操作っていうのは、まあある意味剣を使うゼルダのゲームとしては究極のインターフェースになってきたと思ってますし、まあ、今度モーションプラスを使うことでアイテムの持ち替えとかがリアルタイムで進むんですね。だから、ちょっと物を持ち替えるのも安全なところに行って一息ついてこう物を持ち帰るみたいなことが必要だったり、戦いながら手際よく物を持ち帰る、そういうことができることでより自分がそこにいたっていう印象とか、自分のいろんな能力を試される、上手になっていく自分が楽しい、苦労している自分が楽しいというゲームだと思います。その分遊んでる最中に辛いことがあります。けどその辛いことを乗り越える覚悟っていうのはおかしいですけども、そこを本気で遊んでもらえると本当にその先にすごい達成感をも得てもらえるように作ってますので、じっくり、遊んでみてください。